公式サイトをご覧の皆さん、新選組ピースメーカーで市村辰之助役を演じます古川雄太です。この新選組ピースメーカーは原作がとても人気なんですけど、今回ドラマになるということで、その原作を知っている方も、そして知らない方も楽しんでいただけるような、作品にしたいと思っていますので、ぜひドラマピースメーカーよろしくお願いします。ドラマ新選組ピースメーカー、ぜひご覧ください。素直に嬉しかったですね。なんですかね、で辰之助という役を見ても自分との共通点がとても多いんですよ、ね、なのでなんか辰之助をやる上ですごく楽しみになりました。はい、とても原作に忠実だなと思いました。で、まあオリジナル原作もそうなんですけど、オリジナル要素があるということで、そういうところを演じるのもすごく楽しみだなと思いました。とても心配性な部分だったりとかで、大切なものに対してつい過保護になってしまったり、口うるさくなってしまったりとかで、戦いを嫌いなことだったりとか、いろいろ共通点があるので、まあ、そのまま表現していけたらいいなと思うんですけど、あと辰之助ってすごくいろんな表情が見えるので、その表情も演技できたらいいなと思っています。まず主人公がその土方の小姓の市村辰之助というに当てたというそのスポットがとても面白いなと思いました。盾のシーンもすごく迫力があって、すごい思い出せるんですよね、そのシーンが。なんであと読んでいく上ですごく笑えるんです。とてもシリアスなお話なんですけど、とても笑えるところがたくさんあって、その読んでいって笑顔になれる作品だなと思いました。はい、もちろんその自分の気持ちとかもそうなんですけど、見ている人にちゃんと伝わるか、そういうことをちょっと意識しています。自分楽しみなシーンはやっぱり辰之助、弟の辰之助とのシーンですかね。それがすごく楽しみです。で、まあ何回かそのシーンはやったんですけど、やっぱり本当に兄弟、仲のいい兄弟だなって見ている人に思ってもらえるようなその兄弟を描きたいなと思っているので、これからもやっぱそういう兄弟のシーンは楽しみです。はい、寒いです。衣装がすごい薄いんですよ。なんで寒いんですけど、やっぱり帯を締めた瞬間からやっぱりその気が引き締まりますね、あの衣装。